フーゼスターン州、フーゼスターン州、オストン、イークーゼイストンは、イランの州、オスターン。イラン南西部にあって、イラク国境に接し、ペルシア湾に面する。平地で、地続きのため、歴史的に、イラク系の住民が多い。州都はアフバーズ。面積は6 3 2 3 8トル。フーゼスターンは、首都、 スーサに置いた古代エラムの地として歴史に登場する。エラム人自身はこの地をハタミ、またはハルタミと呼んでいた。エラムの故障はシュメールによるシュメール語での多少である。アーリア人が流入後、最初に定住してエラム人と混交した場所であるため、イラン人にはイランヨーランの地として言及されることがある。エラムは古代ペルシア語でフーズイヤーであるが、これが 現在のフーゼスターンの語源である。フーゼスターンとは、元々の住民である、フーズイーの人々の、フーズイーの地位にする。フーゼスターンは、イランで、最も歴史の深い地域である。以降、メディア、アルサケス長などの基盤となった。サーサーン・朝のジュンディー・シャープールが所在したのも、フーゼスターである。以前に、アラベスターンと呼ばれたこともあったが、 これは特に1440年のアラブのムシャーシアイーヤの長、ムハンマドイブン・ファラーフの攻撃の開始と、それ以降のアラブ人口の増加に伴うものである。1923年、レザー・パフラビーは本来のフーゼスターン州の名に改めた。1996年の調査では、人口は約370万人、62.5%が都市住民で、 36.5%が農村住民、残り1%が遊牧民である。フーザスターン州は基本的に平野部と山岳地帯に二分される。平野部は南西方面に広がり、カールウーン川、キャルエ川、ジャラーヒ川によって考えされている。山岳地帯は北西方面でザーグロス山脈の南米をなす。 常流する大河が州内を貫流する自然環境はその豊かさにおいてイラン国内で追随を許さないイラン最長8 5 0キロメートルを流れるカールーン川はフーゼスターンを通りシャットゥルアラブ川イラン名アルバンド川を経てペルシア湾に注ぐ気候はおおむね温暖湿潤特に南部で著しい。冬は乾燥しており快適である州都のほか カンカニ、アーバーダーン、アンディー・メシク、ホンラム・シャフル、バンダレー・マーム、デズフール、シューシュタル、オミディーエ、イーゼ、バーゲ、マレク、マーフ・シャフル、ダシテ・アーザー・デガーン、ラーム・ホルモズ、シャアー・デガーン、スーサ、マスジェ・デ・ソレーマーン、ミー・ヌー・ジマ、ホベイゼ等の各紙、シャフルを応用する。フーゼ・スターン州は、イランの他地域と異なり、非常に多くの少数民族が住む。 主要都市にはペルシア人が住むロール、バフティアーリー族、ミズラヒムは北部に住む。トルコ系の矢はデズフール、シューシュタル、ペルシア案岸地域に住む。イラン政府による民族別公式統計はない。西部フーゼスターンのペルシア人も各地域特有の方言を話し、多くのフーゼスターンの住民はペルシア語とアラビア語のバイリンガルである。母語に加え、 各方言を介する人々も、決して珍しくはない。宗教ではシーア派が優位に立つが、少数のスンナ派、ユダヤ教徒、キリスト教徒、マンダ教徒がいる。フーゼスターンの人々は、そのホスピタリティと気前の良さでも有名である。フーゼスターン出身者には、多くの科学者、哲学者、詩人がいる。アブヌワース、アブドライブンマイムーンアフワーズイーヤ、 天文学者、ナウバフテア・フワー・ズィー・フシア、ブフト州ア・コンディ・シャープリーの子、ジョルジース、イブン・サーキーと、ダーバレ・ハザー・イーラである。フーゼスターン州は、スーサ周辺に拠点を置く古代文明中心地の一つである。ジャック・ドゥ・モーガンなどのフランスの考古学者は、ターレアリー・コ州周辺の遺跡を紀元前8000年頃、遡るとしている。この地域に拠点を置く。 最初の巨大勢力はエラムであり、ヒアーリア系王朝であった。考古学的調査により、フーゼスターン修繕域が最初期のペルシア文明である、エラム文明の古地であることがわかる。戦術のように、フーゼスターンとはエラムに由来する子であり、ブヤ、エラムは北方のメソポタミアとは無関係の人々であった。エルトン・ダニエルに従えば、エラムは 地理的な意味において、最初のイランの帝国の創業であった。したがって、地政学的重要性に鑑みても、フーゼスターン州はイラン最初の帝国のザレッタと言えるのである。アッカド帝国とウルダイサン王朝やイシンガに、王朝のネブカドネザル一世などメソポタミアから何度も侵略を受けたエラムは、紀元前640年には、アッシリア帝国のアシュールバニーパルに敗れ、 スーサや蝶がザンビールを破壊された。しかし、紀元前538年、キュロス2世は、エラムの地を取り戻し、スーサは、ハカーマニシュアサ、アカイメネス朝の首都の一つとされた。紀元前521年、ダーラヤ・アウダイオダレーオス1世は、ハディーシュという宮殿をこの地に建てた。ハカーマニシュアサの驚くべき繁栄と栄光の時代は、アレクサンドロス3世、 大王の征服によって終わり、セレウコス朝がこの地域を支配した。セレウコス朝が衰退するとアルサケス朝のメフルダード一世、ミトリダテス一世、紀元前171年紀元前137年が支配した。サーサーアン朝アの地政下で、この地域は素晴らしく発達、繁栄し、アフバーズ、シューシュタル、アンディーメシュク北部などで多くの建築が行われている。 数世紀にわたりネストリウス派がアラム語を用いてこの地域に共戦を広げている。500年頃にはベス・フザイエと呼ばれている。639年にはセレウキア、クテシフォンなど共に首都圏マダーイを形成する魔法勢にネストリス派主教がだらの遺書やフブ2世の主教座が置かれている。フーゼスターンへのアラブの侵略は639年に始まった。 バスラ総督、アブームーサー・アル・アシュアリーの命によって派遣された軍はホルモザンをアフバーズから追い落とし、スーサは2日間で陥落。ホルモザンはシューシュタルに退いた。ここで18ヶ月にわたる工場戦に耐えるが642年に落城。フーゼスターン年代記によれば、カタル出身の者が工場軍に内通し、戦利品三分の一と引き換えに穴を掘ったという。 バスラ軍はネストリウス派の聖職者とその弟子たちを追放したが、ホルモザンはそのまま残した。これに続きジュンディー・シャープールの征服及びティグリスガシ地域の占領が行われ、ニハーバンドの戦いにおいてフーゼスターンは最終的にイスラーム勢力下に入ることになった。アラブ侵攻軍のイラン南部への定住に続き、植民が始まった。 私有地を与えられてのアラブの移住などがそれである。イランた地域と同様に、アラブの侵略によってフーゼスターンは、ウマイアーサ、アッパース朝の占領下に置かれた。ヤークーブ、イブン・ライズア、イコール・サファールが、東方から独立の旗を翻し、フーゼスターンを脱回するまで、この占領は続く。サファール・朝は短命に終わったが、イラン諸王朝はこの地域を、 イランの重要な一部として統治し続けたのである。16世紀後半、クウェートからが入ってきた。以降、イラク南部からのアラブ部族の移動があり、結果として、フーゼスターンのアラブ化が進行した。インスイクロープディアイラニカで、ボスワースの記事によれば、サファビー町、ガージャールアーサの時代には、アラベスターンと呼ばれ、ガージャールアーサでは、軍政下に置かれた。 1800年代中央、イギリスはフーゼスターンを征服しようとして戦争を仕掛けたが、これは失敗した。この失態にもかかわらず、英国は外部のアラブ部族によるイラン侵略を支援し、フーゼスターンへのイランの影響を排除しようとの試みを続けた。これらの部族のうち、クウェートに起源を持つシェイフ・ハズワルの率いる最後の部族は、1925年に、 レザーシャーによって打ち破られた。以降80年間、イラン・イラク戦争の時期を除いて、フーゼスターン州は発展、繁栄して、イランの一地方として、経済的、戦略的重要性を保ち続けた。フーゼスターンは、古代において学問的、文化的中心地としての卓越した存在であった。ジュンディ・シャープールへは、エジプト、ギリシア、インド、ローマから医学者が集まった。 これは、シャープール1世241年から271年の命によって設置され、シャープール2世の再建を経て、アヌーシー・ルバーンの時代にさらに拡張された。イラクとの国境にあって、フーゼスターンはイラン・イラク戦争では、イラン最大の損害を被った。アーバーダーンのイラン最大の聖油書は破壊され、未だ復興に至っていない。有名な多くの、 ナフレスターン、ヤシ農場は壊滅、都市は破壊され、史跡は粉砕された。フーゼスターン州の半分はイラク軍によって占領された。これによって輸送能力をはるかに超えた非常に多数の難民がイランの他州に流れ込んだ。しかしながら1982年、イラン軍はサッターム・フセインの軍隊をイラク領内に押し戻した。ホンラ・マーバード解放作戦。 ホンラ・マーバードは、フーゼスタンの大きな都市の一つで、戦争の奇数を占う重要校であったは戦争のターニングポイントとなり、今日でも、イランでは、毎年公式に祝われている。フーゼスタンを動揺させる、分離主義運動を最初に起こしたのは、政府ハズアルである。彼ははじめ植民地主義者によって講演され、1897年には、権力を握った。 しかし最終的には1925年にレザーシャーに逮捕され、この地域はイランの支配下に帰った。フーゼスターンの支配は、イラン・イラク戦争におけるサッダームの戦略的な第一目的であり、同地をアラビースターンと呼び、アラブ領土の湿地回復という大義名分を掲げて、イラク領への併合を目論んだ。これにより多数のイラン人が避難を余儀なくされた。 イラン・イスラーム共和国政府は公式な民族統計調査を行っておらず、各民族人口の決定は困難である。1990年代初頭より、ペルシア人のフーゼスターン住民が主要都市の再建、復興に伴い帰還を始め、この趨勢は現在も続いている。復興はイスラーム共和国体制による軽視のために父としたものであった。 ホンラムシャフルの街はサッダームの焦土作戦によってほとんど完全に壊滅した。幸いにもイラン軍はイラク軍が他の主要都市部への焦土作戦の実施を阻止することができた。1980年のロンドンイラン大使館選挙事件はサッダームの講演するアラブ分離主義者によって始められたテロリストによる事件であった。当初、 フーゼスターンにおける自治を要求したものであったが、後には、獄中の91人の同士の釈放を要求するようになった。アラブ分離主義者はサッダームのペルシア人及び、イラン内のアラブの戦闘員、非戦闘員への攻撃を指示した。これは、イラン人に対する民族浄化であり、大多数のフーゼスターンのアラブ人住民は、イランに忠誠を誓い、 他のイラン人たちと肩を並べて戦ったのである。戦争末期、イラク軍の撤退に伴い、分離主義者らもイラク領内へと逃亡した。サタームはその後も長く、フーゼスターンに対する侵略の祈祷を抱き続けた。戦後もフーゼスターン州では、サタームに支援された、分離主義者によるテロが起きている。現在、フーゼスターン州からは、マジュレス、イラン国会28人。 専門家会議に6人の代表が送られている。フーゼスターンは中東最初の油田とされるナフトゥーン油田をはじめとしてイランの主要産油地帯の一つであり、イランでも豊かな州の一つである。しかし、石油の富が一般市民に利益を与えていないとの批判もある。イラン政府は GDP に占めるフーゼスターン州の割合を全国第3位としている。 カールーン側はイラン唯一の加工貨船である。カールーン側はシューシュタル近辺までかなりの大型船が航行できる。イギリスはサーヘンディー・レイヤードの発見以降、最近数十年間に至るまで輸送をカールンーン側水運によって行った。アフバーズを経由してナフトゥーン油田最初の輸性のあるマスジェでソレーマンに至るものであった。キャルヘジャラヒー、アルバンド、ハンディアン。 シャーブル、バフマンシール、バフマンアルデシール、マールーノ・アラー、デズなどの河川、フールス、セキコ、池、湿原はこの地域の水資源の豊富さを示しており、農産物の豊かさの源である。豊富な水と肥沃な土地により、この地は豊かな農地となっている。小麦、大麦、柵油種子、米、ユーカリ、薬草など様々な農産品があり、 多くのヤシ農園と柑橘農園は特徴的である。産地はオリーブ、そしてもちろんサトウキビ、フーゼスターンの名はこれに由来するに適し、肥沃な平野は全ての可能性を示している。カールーン川第3ダム、第4ダム、キャルヘダムは石油とともに国家エネルギー資源、輸出資源となっている。石油化学、鉄鋼交換、発電所、化学プラント、 製油車などのイランの主要産業がある。主要油田の一つ、ヤーダーバラーに油田もある。フーゼスターン民用は色彩に富み、祝祭的なもので、それぞれの集団が豊かな監修、伝統を持つ。フーゼスターン料理は、最も主要な海産物をはじめ、様々で、有名なものとしては、イラン南部の水域に住む魚を、たっぷりのスパイス、玉ねぎ、 コリアンダーと共に料理した、ソブール、ニシンダマシと呼ばれる料理がある。他に、ガリーエマーヒー、魚のシチュー、ガリーエメイグー、エビのシチュー、アーシェモフシャーラー、ホンラムシャフルの朝のスープ、サルシール、アンディーメシュクの乳脂肪分の多いヘビークリーム、ハリーム、シューシュタルの羊の細切り肉小麦の朝食などがある。イラン料理も参照。イラン文化遺産協会には、 フーゼスターン州から140箇所が登録されている。イラン最古の帝国古地であることの反映である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。